私が見えるの？Thank you.
珍しいな、客人とは。本来ならこの場で切り刻んでやりたいところだが、そうもいかないようだな。女、名前は。マリア。マリア、いい名前だ。前なんてどうでもいいわ。なぜあの人を殺さなければならないの？快楽だよ。俺にとっての最高の快楽だよ。自分の欲望だけで人を殺すの？欲望？そうでもあるが本質は違うな。何が違うのよ。戒めだよ。戒め？そう、戒めだよ。あいつら娼婦どもはこうなって当然の行為を平然とやっているからだ。戒めですって。ふざけないで。あなたが今行っている行為は神への冒涜以外の何者でもないわ。あなたには聞こえないの？命の灯火が消え、嘆き悲しんでいる彼女たちの悲痛な声が。マリアと言った。ならこの娘を最後に殺人をやめてやろう。だが100年経って今と変わらない場合は、再び俺はこいつら虫けらどもを切り刻んでやる。今と変わらない？何のこと？100年後再び再会することを楽しみにしているよ、マリア。どうした、マリア？大丈夫か？随分うなされていたみたいだけど。大丈夫。それならいいんだけど。マリア。ごめん。今と変わらないか。夢だったのかな。
どうした？ううん、ごめんごめん、なんでもないよ。そうか、それよりあと1時間くらいで着くらしいぜ。お疲れ様でした。当機は間もなくヒースロー空港へ到着いたします。着陸の際にはシートベルトの着用をお願いいたします。またラジオ、パソコン等の電子機器のご使用はお控えください。本日は当 KAL をご利用いただきまして誠にありがとうございます。またのご利用をお待ちしております。リムジンなんて乗るの初めてだよ。私も。本当ですね。これも全てレミカさんのおかげですね。私たち3人は高校生活最後の夏休みですから、有意義に過ごしませんとね。純ちゃん、はじめはどこ行くの？そうですね、こんな感じでどうですか？
じゃないの。私もいいと思いますわ。俺も大英博物館に行ければそれ以外はどこでもいいや。それじゃ決定ですね。運転さん、すみませんが大英博物館までお願いできますか。すごかったな。本当ですね。特に大英博物館。本当本当。ロンドンに来てよかったって感じたよ。でもセントポール大聖堂も素敵だったわよね。本当ですわね。どうしたんだ一体。どうやら検問らしいですよ。検問？ええ。この状況から見てだいぶ前から止まっているみたいだな。そのようですわね。車走らないの？この調子だと30分くらいこのままなんじゃないかな。でもしょうがないよね。そうだな。僕ちょっと聞いてきますよ。聞いてくるって？ほらあそこに警察がいるじゃないですか。何かわかるかもしれませんからね。のやつどうしたんだ。何があったのか警察に聞いてくるんだって言ってたよ。本当何があったんだろう。それで何だったんだ。どうやら殺人事件があったらしいですよ。殺人事件？警察の人はあんまり詳しく教えてくれなかったんで、渋滞で捕まっている人たちの話をいろいろ聞いてみたんですが、かなりヤバい事件みたいなんですよ。ヤバい？殺人って言っても単なる殺人じゃなくて連
連続猟奇殺人みたいなんですよ。これが嫌な話ですわね。ハイちゃん殺されたくないよ。それ以上詳しいことはわからないの？僕が聞いた限りではこれが全部です。そう。それにしてもロンドンに来た途端に事件だなんてついてねえよな。そうね。でも私たちが狙われているわけではないんですから大丈夫なんじゃないですか？そうですよ、レミカさんの言う通りです。そうだな、そんなこと心配してたってしょうがねえよな。マリア、あとどのくらいで着くんだ？ここからだと20分くらいかな。マリア、どうしたんだ急に？よく来たね。しばらく見ないうちにしっかり女らしくなって。何言ってるのよマリア。あの子たちが？お世話になります。遠いところからよく来たね。遠慮しないで楽しんで行っておくれ。さあさあ、こんなところで立ち話もなんだから、みんなうちの中へお入り。それより今日はどこかに寄ってきたのかい？はい、大英博物館とかロンドン塔とか有名なところはほとんど。はあ、それはなかなか忙しかったね。そうですね、あまり長く見れませんでしたから。まあしばらくこっちにいるんだったらじっくり見物していったらいいよ。
たら学校に行っているよ。マリアたちが来るって言っといたからもうじき帰ってくると思うけどね。